はい、今日の一品です。まずはお湯を沸騰させて麺を湯がいていきます。4分ほどですね。麺を湯がいたら樽にとって水洗いしておきます。水で締めておきます。フライパンに油を敷いて卵1個ですね、これで薄焼き卵を作っていきます。軽く塩コショウをして、次にアスパラを食べやすい長さにカット。卵は余分な油を切っておきます。少量のお湯を入れてソーセージとアスパラをボイルしながら、その間に卵を切っておきます。はい、お弁当箱に麺を入れて、薄焼き卵ですね、ソーセージ、アスパラを乗せていきます。はい、ここにミニトマトを切って、海苔を乗せたら完成です。あとは食べるときにめんつゆストレートをかければざるラーメンの完成です。お弁当にどうぞ。